任せろ、俺が運転する。どうも皆さん、おはこんばんにちは、おっとじゃです。あるじゃです。おついでございます。はい、ゴーストリコンワールドランズ続きをやっていきたいと思います。おい、俺が操縦する。乗ります。いやっと待って、急…待って待って、こちら。はい、オーケー、レッツゴー、レッツゴー。エルセニョの聖書をダッシュしてよ。それさえ、それさえ持っていってしまえば、もうお怒りなはずですからね、ここの人は。うん、上に上がり。ああ、なんかめっちゃいそうだね。ああ、まあいるだろうね。すごい施設だな、これ。左前あたりの丘に止める。はい、すごい施設だね。特にあれすげえ立派だよ。うん、金かかってんな。意外でもなんかこのボリビアの人たちなんか公園みたいの作るの好きだよね、庭にそうね、このゲームの中のね。わあ、だからなんでやねーもうちゃんと着陸してからしてください。めっちゃローターに頭むせんでる。痛いわ、もういつもドームザデッドになるよ俺。よいしょ、作敵開始。反乱軍にエリアの偵察を要請。わお、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 そりゃそうだわ。すげえなこれは。援護します。大人な数ございますねこれ。スナイパーは倒しときたいな。スナイペラ、スナイペラ、こいつとこいつ。それ倒してんだけど、2番に見られることないよね。1番、3番もいるぞ。2番に見られることはない。3番、あ、やべ、目の前にいるじゃん。え、真横にいる。真横、どうした。悪党が1人減った。1番いくよ。あ、やっぱ、うわ、木に当たったわこれ。この木邪魔だな。外したぞ。おついさんのところの方が狙いやすいか。うーわ、これ外しそう。はい、ふっ、ナイス。あ、危ね。何、いや、死体があのちょうど敵の下に落ちそうだった。危なかった。2番ね。で、2番だけど、2番狙える。左から移動してる。はい、よし。何番やったんだ。うー、これ狙える、いける。あ、見えた。よし、行くよ。ほっ。3番はどうなってんだあれ。3番、3番どこだ。建物の中だよね。中ですね。あ、これはね、倒しちゃうとバレる。やべやべやべ、バレるっていうか、これは狙えない。反対側から行かないと。ちょちょちょ、了解。後ろ入るよ。オッケー、こいつ気をつけろ。あれ、あ、ここ登れないの。登れそうなんだけど普通に。あ、乗り越えられる。このタイミング。左気をつけてね、左。スエーニョの聖書。2番はいけるか。あとここに見るからね。そうなんだよね。宗教とドラッグのミックスとは無質が走る。だが賢い信仰は人を強くする。オッケー。ナイス。中はこいつ、こいつか。いいから見つけるぞ。まず玄関一人。玄関一人倒した。はいはいはい、入ってください。こりゃどう。ナイスナイス。あ、それ奥だな。奥か、ミスった。バレてないな。バレてはいない、警戒されてる。右上一人降りてきた。ナイス。その奥出てくるよ。気づかれたぞ。1番これ、あ、後ろに出たのか。あ、後ろここ入れるのか。オッケー、ナイス。ちょっと取るだけ取っちゃうぞ。まだ構成にはなってない。あった、撤収するぞ。ゲット。やばいんじゃない。まあ、あれ囲まれてない。これ少しずつ減らしてる。うわ、このガラスじゃなくて何て言うんだっけ。え、さ、ステンドガラス。うん、が何、割れない。割れない。防弾ステンドガラスじゃないですか。おー、山が来てる。
とりあえず二人になった。逃げたけど。さらに一人来た。起こす。それじゃよろしく。噂によると杖には聖書をなくされたことにかなり怒っていて、滞在だなんて。あら。彼女を監禁して公開処刑するつもりよ。じゃあここは終わりだな。ねえ。いいえ。ラサンテラの名誉はもう十分に傷つけたから。まだ上がってきてるかな。次はスエーニョのこの大掛かりな見せ金を潰す。ラサンテラを助けろっていうのか。ああ、助けるって。ラサンテラを助けろと言ってるの。ボーマーアウト。ボーマーアウト。なんだって？ラサンテラが公開処刑されちゃうからエルスエーニョ今回この聖書なくなったことでぶち切れてね、助けてあげるわけですよ。ああなるほど。そうすることによってもうスエーニョもまたお怒りなわけだ。なるほど。はい。スエーニョはラサンテラへの信頼を失い彼女の処刑を画策している。先に彼女を見つけて逃げ道を作ってあげて。よし、オッケー、オッケー。エリン乗ってくれ。ここは車で移動すると大変なステージだな。助けろって言ってるの。助けろって言ってるの。ボーマーアウト。アイス。あそこです。ボーナスメダル。足音が 10% 低減。あーいいね。どこにあるの。ました。トロ。足音が減るのは見つかりにくくなるから。いるでしょ。いると考えた方がいいですね。各自参拝して幸運を祈る。頼むだ。ちょっと待てぐるぐる超回ってるぞ。見ないからな。よっしゃ、いるやん。あっあじゃねえ。あじゃないよ。さあ、おついさん、そうだ、大丈夫か。 300m も離れているとそれ届くのか。あー届かないな。待ってね。支援を要請する。支援を要請する。この距離だと、なんと届くんですね。おお、そんな真上から。くそ、どうなってんだ。うわぁ、嘘でしょ、何に撃たれたのよ。あ、いや、いるよし、取った。地獄だ、地獄がある。目の前に地獄が広がっている。俺は行きたくない。ここは地獄だな。なんでいつの間にか二人ともダウンしてるんだよ。C4 設置完了。C4? なんで C4 投げたの今。爆薬セット完了。C4 設置完了。いや、なんで俺 C4 投げてる。意味わからん。音じゃ、ちょっと待ってね。おお、全然いいよ。取ったからな、お前はな。あ、もうそっち行こうか。おお、早く来てくれ。すげえ数だな。やばいやばいやばい、来る。ナイス。ナイス。おざ、左に2人。あ、ちょっと待って。なんか操作がおかしい。どうした？オッケー、全部片付けたんじゃない。ナイスナイス。オッケーオッケーよ。嘘だ、一緒にいる。普通に普通にいるらしいぞ。まだいる。あれだ、なんか家の中にいるらしい。中にいるっぽいんだよ。お、いたいた。おー、いた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 。いたー、ぶねー。で、全部？
さあ行きましょうかね。Let's go。あそこらしいんだけど、なんか見える？街だね、一応街になってる。おう、おお。その後ろの道に降りるよ。おーい、連れ出すって、走行車で乗り捨てるのかみたいな感じですかね。ここにヘリ置いといて、走行車に乗って、ね、ここまで来て逃げる。タクティキッシュ、あ、電波妨害。マジかよ、ジャミングされてる。結構ジャミングされてるな、これ。車どこに出たのか全然わかんない。あー、すんごいよ、俺。どこに車出た、わからん。わからない、マップ見るとわかりやすい。反乱軍にエリアの偵察グループを。よし、お、ようエリアの偵察できた。いや、普通に目視でね。あは、いや、全然ねえよ。うん、全然ないというか、出てない。あ、そうか、双眼鏡を覗きながらでも出せるって。そうそうそう。武器が設置されてる。普通に多分これ連れ出せるよ。いける？一回いいかな。どうぞ。この二人を倒してしまえば。俺行こうか。いや、あ、いや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 、下いない。あれ大丈夫か。ここまではいい。警報とか鳴らないんだったね。送り込んだのに助けるなんて。アーメン。大丈夫、入れる。あー、危ない。警戒されてるぞ。ちょっと一旦シャドモメ、ちょっとやっちゃいます。話しなさい。はい、さもなくばタンゴタン、サンタムエルテの神聖なる裁きが下る。そっち走ってく。あなたたちと、やばい、一人見つかる。死体を発見された。怖いこと言うな。ヘリのとこまで行こうか、みんな。そうね。あのね、全然警備いなかったからね。ナイス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 。オッケーオッケー。待って、なんか、まあ、後ろからなんか出た？気のせい？全体的にちょっと気づかれたかな。あ、後ろにいる。あ、じゃあどこに二人ぐらいいる。倒した。ナイス。こわ。音もなく来るからな。オッケー、これ乗って逃げよう。掃除お願いします。横乗せるよ。はい、任せろ、俺が掃除する。すんごい格好してんな。おい、痛い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 、打ち返せ打ち返せ。やべやべやべ、この高さはやばいんじゃないか。まだ大丈夫、まだ大丈夫。あーれ、逃げて、落ち着いて。お前どこへ逃げるつもりだ。エリア落とした。えよ、エリアを呼んで。反乱軍に乗り物を要請した。こっちか。やべえよ、逃げろ逃げろ逃げろ。乗せて、よし、え、来い。いやー、無限スプリント取っといてよかった。よいしょ。あー、乗れねえわ。おお、ちょっとやめてくれ、暗いからな。あなたたちには何も見えていない真実を見て、理解し始めた頃には手遅れよ。銃で死に勝てると信じてるようだけど、サンタムエルテの前ではそんなもの無力よ。囚われの身になってから話しなさいとか言われても。何？あなたバカにしてるの？話しなさい、愚かな。私には力がある。完全に洗脳されてしまってるのもんですからね。
助けに来てやったんだぞ。サンタムエルテによって子孫ともどもこの地上から消し去られるがいい。お前は見捨てられた。自分の子孫を心配しろ。ボマに一発こうビンタ食らればなんか目が覚めんじゃないですか。そんなんで。いやよ、サンタムエルテ、なぜ私を見捨てるのですか。お前がサンタムエルテを崇めるどころか利用しようとしたからだ。サンタムエルテは俺たちの味方みたいだな。おっとなんか死んだぞ一人。 Thank you。 さあ行きましょう。3、2、1。ほい。さあボーマンがどうするか。我が意志、要塞、救世主、翼で我を包み嵐から守り敵に天罰を下したまえ。お前の天罰は正直大したことない。私は何もしていない。サンタムエルテは道を照らす光、信仰は違法じゃない。ええ、だけど犯罪組織に人を勧誘するのは犯罪よね。審判は神とサンタムエルテが下す。ここではそうはいかないぞ。許しを求めるならスエーニョについて話せ。我はユダにあらず、スエーニョを裏切ることなどありえない。ねえ、あなたみたいなタイプは刑務所で嫌われる。地獄を見せられるわよ。地獄でも信仰は揺るがない、うん、それがどこまで通用するかしら。私の地獄は甘くない。なんで握手したの。わからない。ノマド、ん？だから私の地獄へようこそってことですよね。そういうこと。そんな私の地獄へようこそみたいな、そんなことある？さあ、ついに？すーげえドラグノフだね、これね。うん、おー、来た。武将は全員。ムービーが来てます。はい、ジョーカー、捕まえたぞ。ムービー行きますか。はい、フリー。ああ、ちょっと待って。あら。今度飲みに出るとき、連れて歩きたいわ。この辺では飲みに出ない方がいいぞ。信者たちに復讐される。よかった。もうカルトは復活しなさそうね。OK。ムービーは消えたな。待ってね。キングスレイヤー。いや、ここの人のじゃないね、これね。どこあ、これだね。これだね。確かにこれだ。行きますか。大丈夫、アンジャ。それ。これ？ああ。それそれそれ。3、2、1。恥を知れ。世界中がお前を非難している。ラモンの記事を誰かが漏らした。証拠はないが、痛手となった。助けてくれないか。もう手遅れだ。私にできることは何もない。いいか、よく聞け。俺が子供に手を出すと思うか。はした金のために人生を棒に振ると、本気でそう思うのか。いや、そうは思わない。よし、ならミサを開け。ボリビア中の有力者を招いて、この作り話から私を守れ。サンタムエルテに誓って、奴らの話がデタラメだと言え。お前は来ないのか。ああ、まだ仕事が残っている。ん？結局子供売ってるって話？パッと見最後そうだったよ ね、 子供ドゥーンつって電車に入れてたけど、あれは逃がしてるとはあんまり思えないんだが、どうなんでしょうね。ね、まあ、分かってくるとは思うけど。じゃあそれ気になるから、ラモン・フェリスリーダーやって、プロパガンダ部隊の責任者エル・カルデナルのとこ行けば分かるんじゃない。ああ、じゃあプロパガンダから潰していく感じですかね、これね。はいはい、 OK。 だとどこだ、ラモン・フェリスはどこにいたっけ。下じゃないかって。ああ、そうだね。ラモン・フェリスが内部告発して、カルテルが行っている児童売買の情報を暴露した。うん、プロパガンダナンバー2。
彼のところへ行って情報を聞き出して。ラクルスか。これは飛んだ方が早いかもしれませんな。先にちょっと飛んどくよ。はい。サルー！反乱軍に乗り物を取る。手前か反乱軍もはやヘリも用意できるようになった。まあもう何実質ね、ほぼほぼ勢力ひっくり返りつつあるんでしょこれ。もうあと部下6人しかいないからね。うん、いった。自分のヘリに引かれた。何をやってんだあの人。滑ってきた。ヘリがどんどん離れていく。なんちゅうもろい男じゃ。よいしょ、起こしますよ。はーい。すごい。なんとかパス並みの勢いで、あ、ヘリはどんどん下に落ちてってます今。よし、俺が運転する。待ってこー。バイクあるか。バイクある。おつゆさん、そこバイクあるよ。え、バイク。どうだ、どうなってどうなってんの。いや、なんか敵のとこ殴り込んでない、これ言うんだって。うわー。出ておった、あそこ。な、ちょっと、ちょっと。ボリビアバスが荒ぶってる。頑張ってる、頑張ってる。はい、Thank you。 いや、ウェルカム。下目だ。何が下目だろ。ここ倒したよ。外した。まだヘリ起こしててる。やばーい、ユニだって見られてる。あ、あ、なんかいる。撃たれてない。左の方にいるぞ。倒せない。あ、グレネード。やべ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 。あー、あれー。あぶんだ。あー、まだいるらしい。後ろにもユニだったがいる。やばい、後ろからも来る。ちょっと、いや、乗るのだ。あ、いいよ。離脱するぞ。離脱、離脱、離脱。やばいやばい、ダメ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 、やばい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 、ダメ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 。避けて、避けて。むちゃくちゃいけ。オッケー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 。やばい。おつゆさんだっけ。あれ、なんで君たちだけ落ちるの。おつゆさんずっと乗ってるし、これ。ちょっと待って、何これ、何が起こって、何じゃ落ちてったけどさ。ミサイルかすった。2人はかすった。爆発したわ。俺は当たってないんだけどな。真っ白になっちまったぜ。はい、じゃあちょっとリスポーンしてもらって。よし、頼む。汚れ死んでるんだ。ずれ落ちてるんだ。ああ、クソったれ、あぶねえ。痛い。ひどい目にあった。こっちのルダが起こしてんだ、こっちは。もうなんで落ちたんだろう、あの人は。なんで落ちたんだろうね。むしろなんで俺は助かったんだろう。そうだよ。むしろ爆発する前に脱出したはずなのに死んだぞ。そうはさせない。あれ、でも誰もいないな、ここ。そうなのよ、今偵察したけどさ。じゃない、行っちゃって。アニジャ来たら。アニジャ来た。すげえ湧いた、横に。行くぞ。わあ、守れとかになりそう、ここ。こんな感じするね。入りましたよ。いや、いない。いない。いやえ？ベリスをやられた。何？貼り付けにされて死んでいる。何？うわー！うわー！お父ちゃんひどいな。とか早く行けよ、前に。こら。死んでるぞ。死体を確認するって。先にやられたんだ。怪物どもめ。近くにデータがあるはずだ。ああ。鳴らされた跡があるな。頭が動いてたけど今、気のせい？気のせいです。本当におつゆさん見たでしょ今。いや、もう見てない。あそこ残ってんのか、これ。
データ抜かれてんぞ。ボーマン、フェリスは死亡、ハードディスクは消えてる。証拠隠滅ですね。なんでわかったんだ。バカみたいに現場で自撮り写真をネットに投稿したからよ。それで位置情報がわかった。バカじゃない。場所をそっちに送るから急行してフェリスのハードディスクが破壊される前に回収して。すぐに向かう。パックカタリに乗り物を頼む。ハードディスクがない。ジャーナリストでしょ元。そんなバカなことをやられてしまったんだ。すぐ油断する。すいません、油断して。君はあいつから油断できるほどジャーナリズムに、うん、たけるようになったんだ。殺し屋を尋問する。殺し屋の位置バリバリ分かってる。殺し屋の位置分かっちゃってるけど、これ大丈夫。いや、まあ殺し屋が俺今ハードディスクナウっつってこう。あ、そこそこつぶやいてんのこれ。ハードディスクゲットナウ。ハードディスクゲットナウ。ナモンのハードディスクゲットナウ。もうボリビアバカバカ。いやー、車で移動してるのか。尋問するってことはもう普通殺し屋だね。あ、そうね、今坂降りて、坂降りて。あれだ、その下の方の次の曲がり角。あ、じゃあ降りてった。俺らじゃあ失敗した時のために。どうなっても知らんぞー。ごめん、お父さん降りちゃった。いいと思う、うまいことやってくれ。んこっちは準備いいけど。次の曲がり角はこっちか。 EMP スタンバイ。まだだよ、まだだよ。うまいこと止めておくれ。3、2、1、ブーン。オッケー。どう？警戒されてる。撃つなよ。ハードディスク。撃つなよこいつ。あ、ごめん。やってみろ。フラッシュパンダ撃つ。あ、スタングレネードか。はい、回収。協力してくれれば悪いようにはしない。尋問します。はい。捕まえたぞクソ野郎。何言ってんだ。何もしてない。お前現場で写真を撮っただろ。見たのか。あれイカれてただろ。そうだな。うん。まあ、俺たちも負けた。なんでだ。おしろー。なんで？おい待ってくれ。何が欲しい？ラモンフェリスのハードディスクだ。出せ。あれか？ハッキングオタクたちに届けた。この近くだ。サンタブランカに消される前に回収しに行くぞ。回収しに行くぞ。よいしょ。遅かったじゃないか。ヘリで。ヘリでだね。はい。また2キロ先かよ。お願いします。行きます。まあスリリングな飛行を楽しんでいただければ。撃ち落とされんなよ。そう、ミサイルが怖くてね。すぐそこだね。あそこですな。おっと待った、これミサイル。やばい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 。降りるよ。降りる降りる。はいはい、ギリギリセーフ。スナイパー。もう一人見つけた。ほい、ドラグノフ持ってたんだ。10人な、大丈夫見つかってね。大丈夫ですか。オッケー。タンゴタウン、ライパーはやった。結構いるね。データを回収。外した。警報停止。オッケー。倒した。なんでだ。オケバレてない。俺このままデータを。はい、回収してください。はい。奴ら防空システムを持ってるのか。よしよしよし。オッケーオッケー、データだけもらえそうだ。ボーマン、ハードディスクを確保した。よし、中身は無事。無事だ。
あーもうもう死んでたっていう感じですけどね、これ。そうですね。フェリスのブログによると、サンタブランカはボリビアの子供たちをさらって、ブラジル、アルゼンチン、メキシコに奴隷として送ってる。これでその証拠を公表できるわ。一曲やっぱやってたじゃん。やっぱりやったな。麻薬の密輸業者、証拠はあるんだね。ただね、そのままだとこう、LCA には困るから。ノーマド、チームに支度をさせて。エル・カルデナルを追うわよ。計画は、あなたがラモン・フィリスのハードディスクから得た証拠を使って、偽善者エル・カルデナル、どうなんだろうね、エルスエーニョに関係なく誰かがやってるとかなら分かるけど、まあでも最後のね、パッと見たらもう、うん、もう乗せて、列車乗せて売ってますみたいな感じだったもん、あと寄ろうみたいな感じだったよね、うん、私が子供を扱うと思っているのか、扱ってますみたいな感じでしたよ、最後その通りだバレちゃあしょうがねえっつって悪いやつだなやっぱ。あら、じゃあ、はい、行きますか。エル・カルデナル、よしプロパガンダ潰すぞ。ラモン・フェリスの極秘ファイルのおかげでエル・カルデナルの評判を落とすための材料が、反乱軍に乗り物と奴を引きずり下ろすわよ。あ、近くにいるの。結構近いですよ。まずはボウマンに会って、多分作戦のブリーフィングを。ここか。あれ、あ、また滑っちゃってすでにボロボロだよ。こっちまで行くよ。おい、なんだね、ヘリはなんか余裕を持って運転する乗り物って感じだね、このゲームだと基本的に車以上に急に止まれないし、急に動けないから、ね、そうですね。お、オビなんかすごい動きをするときはそれをもう先に予想して入力していかないと間に合わない。じゃあ君にお願いします。よし、さあどうなんでしょうね。もう完全に今回会うエル・カルデナルは、はい、エル・セーニョとは多分敵対してるようなイメージあるんですけどね。もうお前の血血拭いはできないよ。もうお前そんなことしてたら本当許せんわみたいに言ってたら、無理っすって言った後に完全にメガネぶっ壊れてましたよね。ペシッってやられて左目が充血してたから、うん、アザボーマン、ユニダットのヘリタ、こんにちは。それはちょっと良くないな。大丈夫だった。降ります。はい。あー、なんか自分で言うのもなんだけど、ほんと上手くなってきたな。ほんまや。いや、ニワトリがレッツゴー。おい、なぜここで。エル・カルデナルが児童売買の件を鎮めるために市民に説教するらしい。評判を落とすチャンスよ。集会でこの映像を流せば展開が変わるはず。それからカルデナルを合流地点に連れてきて。ああ、了解だ。なんか俺、キラキラしてんだよな、俺のキャラクター。キラキラしてんの、うん、何、ラメでもつけたそんな感じになってる、うん、女子力上がってるよ。女子力上がってるね。この小型メモリにカルテルが自動売買をしてる証拠映像が入ってる。カルデナルのスピーチにこいつを流す。なるほどね。連中が奴を殺しに行くぞ。奴には一緒に来るか死ぬ以外に選択肢がなくなる。基本的にあれ選択肢がとか言ってるけど、まあ選択肢ないよね。ええまあ死にたい人はどうぞっていうみたいなあー、はいはいはい、ここに来るんだ。あー、ここあったねやべえな、もうサーチライトがいやー、すんごい。あの列車の方におりますよ。ええ、結構上空まで行ってくれば上にこうパラシュートで、あ、降りれそう、行けんじゃない。わかった、じゃあ上に構えるから高度を稼いで。こんぐらいあればかい。まあ、降りられなかった時はもうグッバイになるのかな、これ。出回ります。これも行くよ。はよ。
早めに開いておいて。うお、スナイパーに見つかる。マジで危ねえ。いるいる。俺スナイパーがいない方に降りた。なんとかよし、よし、オッケー。ほっ、うまいな。ちょっとスナイパー倒してきて。侵入して映像をアップロードする。倒してくるわ。敵に見つかったらおしまいだ。スナイパーを発見した。で、スポット使っちゃうよ。はい、お願いします。エルカメラを確認。こんな大規模なのは見たことがない。証拠を流してからは素早く行動しないとこの聴衆が邪魔になった。うね、ふわ、惜しいね。あれ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 えあれあ、あの人、あの人も、あ、でででいや、大丈夫でしょ。結構下にいるのかな。よしよしよし。こんな板っぺりみたいので、この境界の上を繋ぐ。あ、結構下ですね。降りますよ。降りるんですか。じゃないと中入れないでしょ、これ。マッチングするのは一人で十分だろ。慎重にな。そうだよ。おっと、行ってきなよ。敵に気づかれずに放送機器をハッキングする。一人片付けたぞ。倒す必要ある、これ。ないんじゃない。さあ、どっからからすっと横に入れるような場所はないですね。オッケー、中入りまーす。お願いします。うわ、めっちゃしてる。え、どうやってあれをハッキングするの。どうやってハッキングするんだい。めっちゃいるじゃん、まだ。めっちゃいるよ。めっちゃいるどころじゃないぞ、これ。まあ、そりゃ、そりゃ一応ボスの一人だからな。中ボスやってるから。あ、なんとかなりそう。なんとかなりそう。君たちドローンでずいぶん余裕な感じじゃない。なんとか。いや、今君のあの人だけどうにかすればいいんでしょ。今制度をね、もうリアルタイムで大中継してますよ。お前今危ねドローンバレてただろ。危ねえ。オッケー、ハッティングします。あ、どうぞ。頼む。撮ってます。撮ってる撮ってる。俺は撮ってる。変わった。大変なことになるぞ。さあ、大変なことになってるぞ。大変なことになってるわ。あ、やっぱりそうじゃん。やっぱほら、回収しないと。あ、回収して。あ、そうだ、なんとか回収は。早くついてきて頼む。オッケー。アルデナル、なんとかバレてない。なんとかバレてない。上からカバーする。オッケー。ああ、もちろんだ。これどうやって逃げるの。ちょっと待って、誰か脱出手段を。え、ヘリあっち出るよね、やっぱね。仲間呼ぶぞ、傭兵。了解。乗り物要請はしたんだな。増えてる増えてる。ああ、傭兵要請で乗り物は多分車の方が良かったね、これね。ちょっと向こうまで行く間はさすがにこのおじさんかばいきれないな。俺も行った、俺も行った。ちょっと傭兵、傭兵さん、あなたたちこっち来て。行ってる行ってる。もう一人来るぞ。ナイス。あいかせろ、上からエンジンする。痛い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 。どっから撃たれてる。正面、あれです。正面正面。倒した。あと20秒耐えて、車呼ぶから。前押さえるよ。はいよ。あ、奥にスナイパー。奥にスナイパーいいじゃん。あー、この人。あ、キム来てる、キム来てる。痛い痛い痛い。待って、動くな、お前。あ、あ、やばい。あ、なんでそっちに逃げんの、あなた。やばい。助けて、助けてくれ。あ、ちょい、おい、撃たれてる場所わからねえ。とっととヘリかなんかで脱出準備も整えないとダメだ。そうね、もう一人は多分ヘリで横につけてくれるぐらいの勢いの方が良かったからやべえことになるから。こっからわーお、とりあえずヘリ呼ぼうか。
カルデナルの船で、あ、いいね。ヘリ乗って、もう誰だ、ハニジャージャーヘリ運転してもらって、おついさんドローンでしょ。で、俺がもうハッキングして連行するから。いや、もうすでにバレそうだよ。そう。さあ、あの一回スナイパーやっちゃった方がいいんじゃねえの、上の。こっからあのなんだっけ、教会の先っぽにいるやつ。俺横乗っちゃったから、おついさん。狙える？わかんない。あ、まあまあ、俺普通に後ろに乗れるからいいけど、ね。おーおー、びっくりした。後ろにつけるよ。あ、よ。後ろからも入れるからね、まあ。うん。ハッキングするのがね、前なんだよね。行きまーす。おい。ちょっと。あの人は。オッケーオッケーオッケー。こっちは大丈夫か。普通に降りればよかったのに。いや、ちょっとバレそうだよね。あ、てかここに置いときゃいいね。バレたわ。うん。おー、気づかれたら終わりだよ。ミッション失敗です。ナイス。で、裏から入ってさっきと同じルートで行く。オッケー。おじさん、後ろからついてる。じゃあもうドローンの音するわ。よくそこから入れたね。ここもう私が先ほど見つけたルートだよ。お、ロントチョーク。はいよ。逃げろ。アップロード完了。さあ、大変なことになるぞ。なんだ、なんなんだ、どういうことだ。ヘタラメだ、ヘタラメだ。みんな、こんなことを許しちゃいけない。招集に捕まる前に回収するぞ。敵を排除。いたー、横から来たー。おー、回復ドローン。はい、ナイス。外に出すと面倒。あーっと、当たっちゃいけないし。大丈夫か。いやー、逃げるなー、頼むー。それ以上先に行かないでくれ。やばいやばい、どんどん敵がいる方に逃げていく。へい、ちょっと、まだまだ。あ、車乗って逃げてる、あの人。おい、早く追いかけて。いやー、やばいやばいやばい。早い早いよ。あ、じゃあヘリでよろしく。オッケー、ヘリで追跡する。ヘリに行け、ヘリに。おいしょ、ヘリ。おいしょ。オッケー、追っかけてます。はいよ。早い早い。こ、オッケー。逃さねえ。行った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 。どこだ。あはー、そこをそうやって行った。お前の運の尽きだ。ドーン。どっかー。よし、まだ来てる。おかげでおかげで。あいつ早いな。抜けるからグレポンで。おっと、そういう感じ。あはは、敵のヘリに撃たれてます。降りなさい。諦めなさい。やばい、撃たれてる撃たれてる。ここ、オッケー。で、リッチン。ダウンダウンダウン。おお、止まれ。超チェイスしてるよ。よし、諦めろ諦めろ。抑えた。ユニットの展開が。もういいだろ、諦めろ。諦めた諦めた。よし、大丈夫。過去、ユニダット来るぞ。ユニダットは来てる。この人、走る走る。あれだ、あれ。おつん、それは頼むぜ。おつん、くれ。ちょっと、あれが。神は、はい、降りてきてー。もう一台、もう一台。ここから行って頂ければ、あっち。あれが。おっと、ああ、もちろん。外した。言われた通りにする。おーっと、ちょっと、外した。外した。と。降りた。カディに。
ユニだと来すぎ。あやま倒せるんだ。あ、解放者。オッケー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 。レッツゴーレッツゴーレッツゴー。ここもう弾がねえ。早く乗れ。いいよ、出して。脱出する。出せ出せ。よーし、なんとか。気持ち気持ち。なんだと、神聖な称号を持つこの私を愚弄するのはやめろ。私は人々の魂を導き、集会には数千人もの信徒が集まる。しかしカルテルが建てた教会で集会とはな。教会をスエーニョに譲ったのは彼の信仰が本物だったからだ。私の教義が正しいことを理解している。傲慢も滞在の一つじゃなかったか。お前と話しても時間の無駄だ。知恵の唇は理解を示す者の耳にしか開かれない。お前は視野が狭すぎ理解できないのだ。なんてなんて自分勝手なんだ。まあまあまあ、うちにはもうボーマン先生が、ボーマン先生いるからね。ボーマン先生がいます。地獄王最強の信徒ボーマンがいるからな。荒人神という。準備 OK。 はい、 3、2、1。 神父様は沈黙の誓いを立てたようだ。刑務所に入ったら読んでみて。結構だ、中身は知っている。罪人が私の教会で祈りを捧げると神を崇めると決めたのなら、手を取り正しく導くのが私の使命だ。それが罪だというのか。いいえ、でもマネーロンダリングは罪よ。一気に現実に引き戻されるんだよ。小さい子供たちを売った金で建てられてるでしょ。分かっている、かわいそうなことをした。そう思うなら懺悔して、ここで私と神の前に許しを請うのよ。神を許したまえ。父と子とエスピリトサントの皆において。ちょっと違うね。さあ、ボーマン、ボーマンの優しさレベルがよくわからない。わかんないんだよね。やっぱりこうアメとムチを使い分けてるとは思うよ。プロパガンダオッケー。おい、来ましたよ。3、2、1。イメージは地に落ちた。夢は崩れ去った。教会は死につつあった。多くの部下が去った。農民は堂々と私を中傷するようになった。私を憎む者は、全ては私が自尊心を満たすためにしたことだという。母病もウェブサイトも聖書も。だがもし誰もが私の夢を見ることができたら理解してくれただろう。全ては人々のためだったのだと。より良い人生を夢見て、栄華を極めることを思い描かせるためだったのだと。人々がサンタブランカに栄華をもたらし、サンタブランカが人々に栄華をもたらす。だが幕の裏側を覗き見れば、手品はただの煙と鏡だと分かってしまう。そしてかつて渇望した栄光もただの虚像と化す。ノマド、聞いて。ISA がサンタブランカのウェブサイトであなたたち宛てのメッセージを見つけた。メッセージ？スエーニョを困らせている4人のアメリカ人なんて他にいないわ。やばい、話したいそうよ。3人しかいないよ。仲良く歌でも歌って和解してくれると思ってるみたい。会合は罠だろうが、スエーニョをおびき出すチャンスかもしれない。まあね、こっちが殺されるチャンスでもあるけど、確実に銃撃戦になるわよ。情報をくれ。向こうがやる気なら俺たちもそうするまでだ。分かってないみたいね。やめた方がいい。分かった上で言ってるんだ、ボーマン。情報を送ってくれればこっちで判断する。いいわ、好きにして。ボーマンアウト。まあほら、ボーマン含めてほら、4人。なるほどさあ、エルスエーヌを追い詰めてきましたね。はい、あとこれでプロパガンダは全滅。全滅。あとは護衛と密輸と生産。もう5人ですか。はいはい、まもなくですね。ですね。ということで次回お楽しみに。ほんじゃまたな。またな。またね。やめられ。